では四日市港から帰ってきました。で早速釣った魚調理していきたいと思います。ただ一つショックなことが、最後竿がまさかの折れました。目がかりでバキッといっちゃいましたので、はい、自分のミスです。では早速さばいていきましょう。いい、カサゴ見えるかな。カサゴと、こいつ初めて、はい、キスが釣れましたので、はい、こちら天ぷらにしていきたいと思います。キスはもう頭を取って、内臓を取り出します。鱗をちょっとあると簡単に、できました。こちらカサゴの天ぷらとキスの天ぷら、はい、今日釣ってきたやつを早速食べていきたいと思います。じゃあまずキスから。キスは今回初めてですね、釣りやってて、うん、うまー、キスはうまいですね、うん、おいしい。カサゴはいつものやつなんで、これ絶対ですね、美味しいやつです。うん、うん、美味しい。四日市港ちょっと手前に落とすよりも奥にちょっと10メーターぐらい投げてあげた方がすごくなんか当たりが来てたんで、はい、
なので四日市港でもしこれから釣りするよって人だったら手前に落とすんじゃなくてちょっと奥の方に投げてもらった方がたくさん釣れるかもしれません。はい。まあでも身がかりしてサボっちゃったんでちょっと次買わなきゃいけないですけど、サボ。はい、頑張っていきます。ではでは本日のキスとカサゴの評価は5星。これは文句なしです。天ぷらもうめちゃくちゃ美味しいです。キスは、はい、簡単にさばけるし、簡単に釣れるので、今の時期たくさん釣れるらしいのでおすすめです。ぜひ皆さんも時間あったら釣りとかやってみてはどうでしょうか。はい、初心者の僕でも簡単に釣れたので皆さんも釣れると思います。では次回も見てね。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。